やろ、めっちゃやっぱりキラキラして楽しかったですね。ただ私がアイスコーヒー飲みたかったのにね、アイスドコーヒーとかアイスカフェとか言ったらコーラが出てきたりしてね、ずっと最後までアイスコーヒー飲めなかったんですね。どうやって言ったらアイスコーヒーが出てくるのか未だにわからない、私です。ということで、はい、ニューヨークステイツオブマインドという曲をお届けいたします。Thank you.
ということで、もう一人のビューティフルな歌姫をご紹介いたしましょう。